今年10月、東京が開催地に名乗りを上げている2016年のオリンピック開催都市が決まります。果たして東京はオリンピックを招致できるのか。招致の展望や今後の課題などについて活動の先頭に立つ東京オリンピックパラリンピック招致委員会の河野一郎事務総長に聞きました。今年はきっといい年になると思います。10月2日には必ず東京そして日本が2016年のオリンピックの開催権を勝ち取ると、こういう年にしたいと思っています。今年2016年のオリンピック開催都市が決まります。立候補しているのは東京、シカゴ、マドリード、リオデジャネイロの4つの都市。4都市は来月開催計画をまとめた立候補ファイルを提出し、4月から5月にかけて IOC 国際オリンピック委員会の視察を受け、そして開催地が決まる10月2日に最後のプレゼンテーションを行います。このプレゼンテーションが勝敗を決める最も重要な場面とされています。10月に向かって、よし、これではいろいろと戦略を練りながらいいプレゼンテーションする、こういう意気込みになっています。東京は各国の関係者向けにこれまでに行われたプレゼンテーションの機会を利用して様々なスタイルを試みました。去年10月のメキシコでは、真面目、硬いなどといった日本人のイメージを払拭しようと、現地のスペイン語でのジョークも交えて親しみやすさを強調しました。次のインドネシアでは、招致に携わる主な関係者全員が壇上に立って本気度をアピール。そしてトルコでは逆に人数を絞って計画をしっかり伝えることに重きを置きました。我々の、強調すべき点は、東京は安心安全、これが一つの、言えば強みだろうと思いますけども、これもですね、同じように評価されたと思いますし、特に信頼性という点では、財政的な面も含めて、また日本人の特性だと思いますけれども、スケジュールをきちんとこなしていくと、こういった点についても高く評価されているなという感じを受けました。注目されるのは招致の顔となる人物です。有力候補とされるシカゴはオバマ次期大統領の地元。去年のプレゼンテーションにもコメントを寄せるなど、積極的な姿勢を見せています。一方の東京は、石原知事がかねてから皇太子ご夫妻に協力を求める意向を示しているほか、オリンピックの出場経験を持つ麻生総理に期待を寄せています。現時点で、オリンピアンが総理になったという歴史を日本が初めて作ったんです。このことは強く訴えていけると思います。オバマさんが大統領になられたということは、シカゴにとっては非常に力強いと思っておると思いますけれども、しかし今申し上げたように、オリンピアンで総理というインパクトとははるかに違うと思いますね。今年は国内世論の支持率を上げることが大きな課題となります。東京は去年6月最も高い評価を得て一次選考を通過したものの、世論の支持率は 59% と4都市の中で最も低い数字となりました。よしやろうってのはなかなかここになってこないんで、非常に憂慮してるんですがね、東京で主催するってことはね、日本人全体にとったってね、大きな文化的遺産になると思います。やっぱり、他の国でできないね、オリンピックやる自信があるから。みんなでね、この日本の将来を預ける若い人のために大きな夢をね、見ながら大きな贈り物を作っていきましょうよ。 IOC の現地視察がある4月に向けて、招致機運の盛り上げを狙います。少なくとも2016年に東京オリンピック招致に成功する10月ですね、その後7年間日本は主役になる、東京が主役になるんですね。こんないいチャンスは多分100年の間1回ぐらいしかないんじゃないかなと、こう思ってます。賞賛ありです。